パンダです。今日はですね YBT 関西 YouTube バイクツーリングの、第3回ということで、今集合場所の名阪上のなんちゃらというところ向かってます。はい、またテロップ出しておきますね。で、そこに今日なんで集まっちゃう、天気もねもう一つなんですけど、まあちょっと雨雲から逃げようというツーリングで、まあみんなと走るのが目的なんで、ちょっと楽しみかなという感じですね。まあまあこの先にちょっと動画も長くなると思いますので、本当はねこのトンネル抜けたぐらいで話を切りたかったんですけど、前の軽トラックがかなり遅いんで、仕方ないですね。このちょっと山道中道来ちゃうとこういうことは、ということでね。で主催者が、JKD さんと、ゼントライダーさんがいろいろこうね主催で段取りをしていただいてたんですけど、あとねそれ以外にも、モトブロガーさんが何人かお集まりになられるということと、今回ね連休ということもあって本当はお泊まりだったんですけど、ちょっと泊まられる人が少ないか何か、少ないのもあったんかな、ちょっと、お泊まりなしで2日間にかけて来れる日をやって走りましょうということになりました。ということでちょっと目的地まで向かいますので、まだ到着してしばらくしたら再開したいと思います。ではそれではまた。では滋賀県の北海リゾートの方に向いて、よいしょ、出発になります。準備してますね。今日は20台でとりあえず走ることになりました。安全にねみんなで走りたいと思います。今日小柳さんはタンデムです。タンデムですいいやろこれ。ABO さんが S1000F に乗り換えられました。これでちょっとね林道を走るらしいですよまあないと思うんですけどショウさんなるべくケツの方でいいよ出ていく。いいよいいよのんびりで、はぐれはったら道言うし俺。ついてきて。じゃあとりあえず名阪国道に乗ります。ごめんね車。あ、ゆっくりでいいよ翔さん。邪魔になるんで。合ってる合ってる。ですね。そう、小柳さんが間入らなあかんし。
でもこんだけいっぱい走ってもらってもなんでいつもハーレー俺だけなんやろって思うそうやね、あんだけハーレー走ってんのにおらへんでうんどうも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 だし、ちょうどいいぐらい暑くもなく、でもちょっと暑いかな蒸し暑い、蒸してんのかな、湿気が、うん、ちょっと湿度が高い感じかなと。 JKD さん前行くんかな、行かへんやと、俺左、まあ、ええか、 JKD さん右行ったり左行ったりするし、うん、今ね、JKD さんが先行かれたってことは、多分この先で止まってみんなを撮影してくれようとしてはるところを僕が撮影しようと企んでおります。ほら、いたよ。いたよ、JKD さん。ありがとうございます。これもね、なかなかない元ブロガーさんがこう撮影をしてくれてるところの撮影をする元ブロガーみたいな感じでね、一回やってみましたややこしいっていう感じで、ちょっとまたこの先もしばらくこういう道をね、みんなで楽しい走っていきたいと思います。ということで、よいしょ、休憩も終わり、再度出発になります。ここからは北海リゾートまでそのまま行くと思います。いろんな車種がいて面白いですよね先ね、カズさんにお茶をおごっていただきました。ありがとうございます、ありがとうございます多分何の絵あれスピーカーやと、スピーカーの中に入れたはるやん。あれちょっと翔さんごめんな、もしもし、そうそうです、北大海リゾートです。はい、